老健榊紅葉チャンネルです。今回の情報共有動画は、老健くんをご紹介しますというお話です。ところで、老健くんって何ですか？老健くんは、全国老人保健施設協会全老健の公式イメージキャラクターです。今回は、全老健のホームページに書かれていた老健くんの紹介を、ご案内します。老健くんの由来は、犬は古くから人間のパートナーとして、老健施設は介護を必要とする高齢者の自立を支援し、在宅生活を支援するパートナー施設として、老健施設も犬も人との関係性において通じています。また、老健という音の響きも、犬を想定させると同時に愛らしい犬をモチーフにすることで、多くの人々にも老健施設を知っていただくことに役立つと考え、イメージキャラクターに犬を起用しました。この度、老健くんのぬいぐるみとピンバッジを作成いたしました。ピンバッジは面会と老健施設業務の様々な場面でご活用ください。そしてこちらが最新アイテム、老健くんシールです。老健くんシールは布に貼ることもでき、貼り直しても破れにくい素材です。マスクやユニフォーム等身につけるものに貼っていただければ、ご利用者様との会話も弾むきっかけになると思います。ただし、ピンバッジ、シールの販売予定はございません。ぬいぐるみや来訪の方に老健施設を覚えていただき、和みをご提供できればと思います。老健くんが老健施設の広報、周知、話題作り、イメージアップ等に一役買えれば幸いです。ということで、今回は全老健のイメージキャラクター、老健くんのご紹介でした。チャンネル登録よろしくお願いします。